こんにちは、まいです。仕事が終わった週末金曜日です。なのでおうち居酒屋を開催します。今日のおつまみはアボカドユッケ、油揚げのピッツァ、あとは鮭のムニエルっぽいやつ。とにかく簡単にできるものにしようと思います。早くビールが飲みたくて仕方がないので、このビールが早く飲みたくなる気持ちって共感してくれる人って多いんですかね。私の周りの人で日常的にお酒を飲んでる人っていうのがあんまりいなくて、もしかして少数派なのかな。なんか週末だけ飲むって人が多いんだけど、私ほぼ毎日飲んじゃうんだよね。缶ビールっていうか、いつも金麦だから第3のビールになるんやけど、結構それいつもケース買いしてて、ふるさと納税とかも絶対にビールケース頼んでる。あ、お料理とは全く関係ない話をしようと思うんやけど、ここ1、2年で結構悩んでることがあって、意味わからんぐらいイライラする時があって、これなんでなんかなってずっと考えてて、で、あ、生理前やみたいな、で、生理前やからイライラするんやなって思ってたけど、特に生理前でもなくみたいなことがすごい多くて、これなんでなんやろ。嫌なことがあったからなんかなとか、あんまり運動してないからなんかなとか、いろいろ考えたけど、多分自分のメンタルを維持できないっていう自分の弱さみたいなもんなんかな。だからこれはもう自分でなんとかして解決していくしかないんかなって思ってんねんけどな。だから何かおすすめのメンタル維持方法とかあったら教えてほしいです。だってさ、嫌やん。なんか誰かと会った時に、うわ、この人めっちゃイライラしてるみたいな、やば、なんか負のオーラ感じるって思われるのも嫌やし、やっぱりなんかポジティブでいた方がいいんやろなってすごい思うから、なるべく精神は安定しておいた方がいいよなってめっちゃ思うよな。ちなみにこの今作ってる油揚げピッツァなんやけど、これ結構美味しかった。うん、結構油揚げパリパリいい感じになってめっちゃ簡単やったんやけど、これ全然また作りたいなってめっちゃ思う。ここのどのメニューで焼くかっていうのはもう正直わからんかったから、とりあえず冷凍ピザっていうやつにして、で、焼きすぎたら怖いからちょっと焼き加減短めでやったんやけど、丸焦げになったらな、いやしな、短めからやった方がいいなってそう思います。で、これはアボカドユッケの味付けに入ってるんやけど、コチュジャンとなんかさっきカミリンが忘れたけど、それを入れて、あとおろしニンニクをちょっとだけ入れて混ぜる。味付けはこれだけ。つまみ食いした。で、ここからは鮭を焼いていきます。で、バターで焼くからムニエルっていう表現になってるやんな、多分。で、そう、バターでさっきレモンで臭みを取った鮭を焼いていきます。もうね、鮭に限らずなんやけど、バターで何か焼いた時ってめちゃくちゃいい匂いですね。もうこの匂いが大好きで、もう食欲も増幅するし、まあ、お酒欲も出るよな。はい、それでユッケといえばの卵黄のせですね。まあ、これだけやっとけば美味しそうに見えるので間違いなしです。ピザもちょうどできました。
このトースターちょっと前にパナソニックで買ったやつなんやけど、なんか中のライトがパーって光るのがなんか良くない？こういう家電あったらちょっとでも料理のモチベ上がるような気がしてる。これさっきがいい感じに焼けてたんやけど、めちゃくちゃ油跳ねててビビリ散らかしながらちょっと今裏返したりしてたんやけど、でそこにおろしニンニクともう一回レモン汁をちょっとだけ入れます。でそこに塩と胡椒をかけて味付け完成。で盛り付けに入ります。気持ち程度のレタスをちょっとだけ置いて、でそこに鮭を乗せてみました。ちょっと盛り付け苦手すぎてな、もうちょっとうまくできるようになりたいねんけどな。で油揚げのピザもできたのでお皿に盛り付けます。はい、3品全部これで揃いました。なんか美味しそうやな。ちょっと編集しながらめっちゃお腹空いてきた。で、いつもの金麦を準備していただきます。このプシュッっていう音たまらんよな。この瞬間のために頑張って、まあ頑張ってっていうほどでもないけど、ちゃんと料理作っておつまみ作ってってしてるなって感じる。私結構いつも料理作るときはフィーリングで作っちゃってて、まあ、味付けとかも目分量やし、何の調味料使おうっていうのもその時の感覚でやってるから、正直味付けに失敗する時もあるんやけど、今回はどれも結構うまくいったんや。だから満足してる。あ、そうだ、思い出した。あともう一つ悩み事っていうか、年齢を重ねてるんだなってすごい感じることが一つあって、結構お肉を食べれなくなってきたんよな。まあ、焼肉とかも好きやし、全然食べたいってなって食べに行くんやけど、もう 3,4 枚食べたらもう油が胃に来てるみたいな、もう油やばい、いいですってなっちゃうよ。なんかもう年やなって感じてきてる。そうだから今回もお肉じゃなくて魚を使ってるんやけどね。はい、そんな話をしてる間に2杯目に入ってますね。ハイボール作ってます。ウイスキーは家に常備してるんで、で基本的にはこれもレモン汁をちょっと入れてさっぱりさせて飲むのが好きで、それを作ってキッチンで立ち飲みしてますね。あ、机に移動しました。はい、ということでそんな感じで一人おうち居酒屋の動画でした。また次の動画を見ていただけると嬉しいです。それじゃあ。